中2の時、校外学習でリンケンに行った時の話。女3人グループで、かなり田舎のお寺に行くことになった。着いたお寺は、ルルブなどで見るよりも寂れてて、事務所もない。あらかた調べて、さあ帰ろう、と、バスの停留所に行ったが、バスが来ない。10分、20分、30分経っても来ない。時刻表には、時間は書いてあるのに。携帯などない時代。お寺に公衆電話を探しに行くも、やっぱりない。周りは、田んぼと林、そして民家が2軒。集合時間の5時までに帰らないといけないため、意を決して、1軒の民家に飛び込んだ。出てきたのは、おじいちゃんとおばあちゃんとおばさん。事情を話して、電話を貸してほしい。先生に連絡するため、とお願いすると、心よく貸してくれ、お茶まで出してくれた。電話を借りて、先生に遅くなりそうだと告げて、次にタクシーを呼ばせてもらおうとお願いすると、おじいちゃんが、息子が今来るから、タクシーは呼ばなくていい、と。どうやら、息子を、おばさんの旦那さん、おばあちゃんが、畑まで呼びに行ったらしく、すぐに車がやってきて、おじさん、息子さん、が乗せてくれた。タクシーじゃ間に合わないから。とおばさんにせかされて、車に乗り込んだ。おじさんは、すごいスピードで、集合場所まで車を飛ばしてくれた。ところが、時間が夕方だったこともあり、集合場所の駅前は渋滞。降りて走れ。間に合わない。というおじさん。お礼を言って、車を降りて走った。その後、3人で、お礼の手紙と、名産品を送った。突然現れた中学生3人組に、あんなに親切にしてくれてありがとう。でも、結局集合時間に間に合いませんでした。ごめんなさい。